皆さんこんばんは。こんばんは。学習院大学の葵でございます。今というこの時代ですね、後に振り返った時にあれが戦後平和主義の終わりだったと、2014年は転換点だったと言われてしまうかもしれないと危惧しております。私自身のことをお話しいたしますと、私は戦後生まれの両親から生まれました。で、戦後民主主義教育を受けたものでございます。戦争を知る両方の祖父母も亡くなりました。身の回りでも先の大戦にまつわるお話がだんだん減ってきております。つまり戦争を知る世代から戦争を直接的には知らない世代へ、世代が転換する中、私たちは帰し方行きし方を世代をまたぎながら語りうる残り少ないチャンスに向き合っているのではないでしょうか。過去に盲目であるものは現在においても盲目である。1985年ドイツ敗戦から40周年、当時の西ドイツ大統領であるバイツゼッカー氏が連邦議会で行った演説の非常に有名な言葉です。死はまた瓦礫女のことを皆さん覚えているでしょうか。このように過去の記憶を喚起しました。私はこのスピーチを大学への通学途中で読みました。あまりの衝撃に涙を落としたものであります。戦学被災の身でございますけれども、過去を学び将来につなげていこうとその時に心に誓いました。過去に学ぶこと、未来にこれを伝えること、世代間で記憶を伝えていかなくてはいけない、知恵を伝えていかなくてはいけない。これまで人間のなしてきた蛮行、愚かな行為、この積み重ねを反省することなしに私たちは未来を作っていくことができません。知恵の継承というのは私たち一人一人の問題であるはずです。総力戦で誰が亡くなったんでしょうか。誰が弾となり盾となってしまったんでしょう。なぜ何千度にもなるような焼夷弾を消すような義務、これを課されてしまったんだろうか。そして憲法研究者として私が意識せざるを得ないのは、権力の統制に最終的には失敗してしまった明治憲法の問題です。日本国憲法は権力、それも生の暴力ともなりうる実力の統制を課題としてきました。そして日本国憲法の背負った課題というのは、戦後政治の中で相当に真摯に取り組まれてきたものであります。しかし今私が恐れているのは、現在の日本政治の中で憲法がなくなっているんじゃないか、あるいは極めて軽くなっているんじゃないかということであります。思い出していただきたいんですけれども、安倍首相がまだ首相でなかった頃、次のように述べています。日本国憲法は自分たちが専制や霊獣、圧迫と偏境をなくそうと考えているわけではない、いじましいんですね、みっともない憲法ですよ、思い出されたことと思います。また最近では安保法制本座長代理が次のように述べています。憲法は最高法規ではなく、上に道徳律や自然法がある。憲法だけでは何もできず、重要なのは具体的な行政法である。その意味で憲法学は不要だとの議論もある。皆さん思い出していただきたいと思います。私はこの言葉を聞いた時に非常に衝撃を受けました。政治がなされるにあたっては越えていけない一線がある、ノリがある、これが立憲主義の意味であります。政治は憲法に従わなくてはならない。無限定の権力を行使したいという欲望を抑えてノリを守るということは、今日の国際標準的な考え方でもあります。我が国の政府も他国の政府に向かって法を守れと言っていることからも、これが国際標準であることは明らかです。しかし憲法が
みっともないものである、あるいは不要かもしれないものであるならば、日本で権力が従うべきノリというのは実際には何なんでしょうか。あるんだろうか、憲法はあるんだろうか。憲法研究者ですけれども非常に不安に思うところであります。統制されない権力を欲する姿勢が垣間見られる、ちらちらと垣間見られる、非常に不安です。特定秘密保護法、日本版 NSC 法、そして今回の集団的自衛権、いずれも根っこは一つであるというべきであり、相互に関係しております。最高法規であることを謳った憲法を見失ってしまえば、糸の切れたタコになってしまう。権力は叱るべき手続きに従って、叱るべき内実を伴いながらこれを実行されていかなければならない。このことは多くの犠牲を払いながら私たち人間が学んできたことであるはずです。私たちの子供や孫へ、この世代の転換期にあたり、知恵と経験を引き継いでいきましょう。